はい、今日はオフィシャルヒゲダンディズムのラフター、こちらのイントロ2小節のアルペジオフレーズを解説していきたいと思います。はい、この2小節でポイントになるのは左手のストレッチと、そして右手のピッキングの向きですね。では最初のコードの押さえ方からやっていきましょう。最初のコードは3弦1フレット人差し指、4弦4フレット小指、5弦2フレット中指、そして6弦開放、こんなコードですね。これは E アドナインスかな、うん、で弾く弦は6弦3弦4弦5弦この順番なんですけれど、ピッキングの向きはダウンアップアップダウン。オルタネートピッキングでも弾けなくはないんですけれど、僕はこの方が効率がいいと思っています。そして次はですね、今あるこの E アドナインスのフォームに薬指で5弦3フレットを足したフォームで、このフォームで今度は5弦3弦4弦5弦と弾きます。ピッキングの向きはさっきと一緒、ダウンアップアップダウン。はい、3つ目のコードは今押さえている5弦3フレットの薬指を4フレットに持っていきます。ここが一番きついですね。で5弦3弦4弦5弦ピッキングの向きはダウンアップアップダウン。4つ目のコードは4弦開放、3弦3フレット2弦開放、この3つだけですね。で4弦2弦3弦4弦ダウンアップアップダウン。このように弾きます。つなげて弾くとダウンアップアップダウン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 。ちょっとね、左手のストレッチがきついんですけれど、もしかしたら変速チューニングかもしれないんですけど、レギュラーチューニングでやるとしたらこんな感じですね。では今後もちょうどいいサイズのレッスンをお送りしていこうかなと思いますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。さよなら。